モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、自然と自然にマリンワールド海の中道の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはマリンワールド海の中道ペアチケットプレゼント。子供たちが夏休みに突入いたしました、どっか連れて行け、こっか連れて行けみたいなうるさい子供たちを黙らせるにはこれが目に入らぬかっていうことで ね、マリンワールド海の中道のペアチケット。そうなんです。まあ夏どこ行っても暑いですよ、そんな中クーラーの効いた水族館で優雅に泳ぐ魚を眺めた後はプールに出てイルカの演技を楽しみましょう。しかも夜の水族館夏休み期間中毎日開催ということなので、福岡市の夜景をバックにイルカがプールからジャンプする姿最高です。本当に綺麗ですよ。はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、じゃあね、面白いメッセージからいきましょうか、こちら女性の方ひとみさんですね。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。初めてメッセージいたします。ありがとうございます。うちの旦那の話。うちの旦那はよく言えば寡黙、悪く言えばコミュニケーション能力ゼロ、挨拶もまともにできません。よくこれで生きてこられたなぁと思うほど、土木関係の事務員をしていた時に出会って黙々と額に汗して働く姿を見て、サバイバル生活でも生きていけそうと勘違いしてしまって結婚しました。みんな勘違いなんです。はい、そうなんです、みんな勘違いなんです。勘違いして結婚しました。実際は不愛想な汗っかき。これはなんか小説のタイトルになりそうですが、しかも全然売れない小説。不愛想な汗っかき。そんな旦那なんて、おかえりと出迎えてもオンと声を出せばまだいい方、おはようもお休みもオン、返事がないこともしばしば。それでも私は子供の頃から習慣になっていたんで、返事がなくても声をかけていました、その状態で月日が流れ、一人息子が小学校2年生の時です。息子におはようと声をかけたらオンと言ったんです。旦那に文句などほとんど言わない私なんですが、ほら見てみんね、あんたが挨拶せんけん息子までオンとか言ってるやろ、おはようの返事はおはようやろと旦那と息子に叫びました、怒っている私を見て息子はびっくり。旦那は息子におはようの返事はおはようやってとニヤニヤしながら言いました。イラッとしましたが、おはようと再度大きな声で言ったら二人揃っておはようと返してくれました。その後旦那は結婚して30年経った今でもおはようはもちろんありがとうも言いません。その代わり息子はコミュニケーション能力に長けた男に育ったので、旦那に似なくてよかったなぁと心から思っています。面白い、反面教師っていうことですね。ですね。こうなっちゃいけないっていうね。どこの家でもそういう話でしょう。ああなっちゃいけないよっていうね。ほら見てみなさいって。近くにいい悪い教材があるだろうって。いい悪い教材。そうですね。もう悪い教材に仕立てられた方はたまったもんじゃないですか。人間誰だってね、完璧はなかなかないものですけれども、はいはい、まあでも息子さんがコミュニケーション能力に長けた、そう素晴らしい大人に育ったというのは、それは良かったです。お母さんの教育の賜物です。そう思いますよ。返事がなくてもずっと挨拶をし続けてねえ、素晴らしいですね。本当ですよ。挨拶は仕返してほしい。そうですか、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあそれからね、これもいきましょうか。30代の女性の方からいただきました。中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。大好きなおもろい家族のコーナー、
いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。私のおもろい家族の話も聞いてほしくってメッセージいたしました、うん、うちの父、自由でユーモアがあってフットワークが軽くて、私のいいところは全部父からもらったと思っています。ちなみに天性の地頃、お察しの通り離婚して母はとんでもない苦労を背負って私たちを育ててくれそうですか。話の始まりからすごいんですよねお父さんは自由でユーモアがあってフットワークが軽くていいところは全部父からもらった、ちなみに天性の地頃、お察しの通り離婚し母はとんでもない苦労を背負って私たちを育ててくれました、はい、そんなことはつゆ知らず、自由な父はおい飯行くぞ元気しとるかとたまに我が家に顔を出したかと思ったら、みんなで焼肉や瓦そばを食べに行ってました。不思議で不器用な仲良し家族だったと私は思ってます大人になって5年ほど父と連絡取っていなかったある日、急に仕事中父から電話が入って、父から電話が入ることなんてほぼほぼなかったんで急いで電話に出ました。おい誰かわかるか、パパやろ、どうしたん急に。おお俺今ステージ4ステージ4わかるか、病院も言えない、どこにいるかも言えない、会うこともできないと散々勝手なことを言った父、私今まで一度もパパにわがまま言ったことがないんやけん、これだけは聞いてと泣いてお願いして会えることになりました。久しぶりに会った父は思ったより元気そうで、お前チータ痩せたんかと相変わらずでした。それから私の彼をご飯や釣りに誘ってくれたり、父の家でお正月を迎えたり、私も面白くて大好きな父を彼に知ってもらえてとっても嬉しい数ヶ月を過ごしました。緩和ケアに入って2日目、最後は終末期鎮静を自ら希望、最後まで勝手なそしてかっこいい父でした。お別れの時、私のわがままで尾崎清彦のまた会う日までを流してもらって、父のおでことほっぺたに真っ赤な真っ赤なキスマークをつけて送り出しました。実は私と彼は結婚式を控えてて、でもコロナで延期になって父に見てもらえなかったんです。でついに迎えた結婚式当日、開放的な庭園挙式、大きな大きなご神木、鯉が泳ぐ大きな池、風も日差しも爽やかな中、反抗期と更年期がバッチバチにぶつかってとっても苦労をかけた母が耐えきれずに泣きながらベールダウンをしてくれて、幼い頃喧嘩もしたけどいつも一緒に遊んでくれた兄と彼の元まで歩きました。皆さんに祝福されて彼と私が歩いて、本当に胸いっぱいの挙式でした。すると急に会場の人が、後ろご覧ください、お祝いにいらっしゃってますよって言うんです。なんと大きな大きなサギがお庭に舞い降りて、私たちは入場したらお客様の方を向くので全然気づかなかったんですが、池の石に大きな大きな見事なサギが舞い降りてきてくれてたんです。式が始まってから写真撮影が終わるまでずっとその大きなサギはいてくれました。その後母と兄にパパ来てくれたねって言ったら、母が本当お兄ちゃんとすぐ言ってたんよ、詐欺師が詐欺になって来てくれたねってもう本当ママどんな人と結婚したん。そんな父と母そして兄、個性あふれる家族の一員になれて私は本当に良かったと感じた結婚式でした。パパまたいつでも会いに来てねというねメッセージいただきましたどうしたんですかすごいですね、水まんじゅうから水が溢れるやめてくもうちょっと鼻も詰まってもこれも水まんじゅうから溢れた水がちょっとしょっからかったやめてくださいいい話の時はね、なるだけ変なことを言ってそんな番組じゃないんだよっていうことをアピールするっていう番組にしたいなっていう。本当変な番組ですよいやーね、うんうんうん、
父さんが会いに来てくれたっていうことでね、いい式になりましたね、はい、自由でユーモアがあってフットワークが軽くて私のいいところは全部父からもらった。ちなみに転生の時頃お察しの通り離婚して母はとんでもなく苦労しちゃって、私もうほんとそんな中でめっちゃ明るい、もう水まんじゅうからさらにまた水が溢れ出しております。じゃあそろそろ CM に行きましょう。